どうも、じゃあ、たかです。今日はですね、ちょっとソニーのカメラに関係するお話になるんですけども、自分がですね、このソニーのこのカメラをですね、ずっとこのメインのですね、YouTube の動画撮影で使い続けているこの理由の一つでもあるポイントになるんですけども、このマイクです。はい。まあ、これらに関係するお話になってきます。まあ、ソニーのカメラ画質とかオートフォーカスとか、まあ、そういったところもですね、充実しているんですけども、まあ、それと同じくらい大事なのがですね、このマイクなんですよ。特に、このソニーのこの純正のマイクが非常にですね、充実しているっていうことで、まあ、用途に合わせていろんなマイクをですね、使っていくことができます。で、これまでですね、新製品が出るたびに、このソニーのですね、純正マイクですね、まあ、一個ずつレビューしてるんですけども、まあ、今回はね、総括的なお話っていうことで、今回はこのソニーの純正マイクをソニーのカメラで使うメリットだったりとか、あとは用途別にどのソニーのマイクを使えばいいかっていうところとか、その辺をですねお話ししてみようと思います。それでは行きましょう。はい、ということで、まずですね、もう基本中の基本なんですけども、この動画撮影をするときに、大事になってくるのって、まあ、映像はもちろん、実はそれ以上に大事になってくるのがこの音なんですよね。まあ、音が聞きづらいと、まあ、それだけで動画見るのも結構しんどくなってきたりするので、まあ、すぐ別の動画に飛んでしまったりとか、まあ、そういった状況になるんですよね。だからカメラを購入してですね、いきなりこのレックをすると、この内蔵マイクで収録することになりますが、内蔵マイクの音っていうのは人の声を集中して拾うために作られているわけではないんですよね。まあ、そのカメラ周辺の音を全体的に拾うような設計になっている場合が多いので、まあ、要はですね、自分の声と環境音とか反響音とか、そういったものが全部ね、まるっと入ってきてしまうので、YouTube のこの動画とかで、このカメラの内蔵マイクをですね、使って、まあ、収録しているね、動画とかがあった場合、結構音っていうのは、まあ、聞きづらいと思います。はい、ちなみに参考までにこちらの音声は、ソニーの α7C2 の内蔵マイクで収録しております。内蔵マイクで撮った場合はですね、まあ、同じような距離でね、撮影していても、こういったですね、音声になるというところで参考にしてみてください。で、自分も正直ですね、YouTube の本当始めたての頃とかは、音の重要性に気づいてなかった時期があったので、カメラと内蔵マイクで普通にね、撮ってました。まあ、映像がそこそこ綺麗だったらいいでしょっていう感じで、内蔵マイクでね、やっていた時期も、まあ、ちょっとあるんですよね。で、だんだんそれにね、視聴者のコメントとかで気づいてきて、マイクを揃えていって、どんどん撮影環境を、まあ、ステップアップしていきました。なのでマイクをそもそも使わないと、まあ、音声が不明瞭であるとか、まあ、音割れをしてしまうとか、まあ、音量レベルがアンバランスになるとか、まあ、その他にも反響音をたくさん拾ってしまうとか、環境音とかいらない音まで、大きく拾ってしまうというところで、まあ、結構、ね、デメリットがあります。なのでほとんどの配信者はこのマイクをですね、使っていると思います。まあ、その他カメラの内蔵マイクでですね、撮った場合は、まあ、集音の範囲にも限界がありますし、カメラの操作音とか、そういうのも結構拾っちゃうんですよね。まあ、そのあたりで、このマイクをね、使うことで、まあ、よりこのクリアにですね、この声を収録することができる。まあ、そしてこういったショットガンマイクであれば、この前方方向の音を集中して拾えるように設計されていますので、要はこのカメラに向かってこっち側の音ですね、を集中して拾うことができます。なんで、後ろ方向の余計な音とかを入らないように、まあ、指向性を変更したりもできます。まあ、そのあたりが、まあ、一般的に、このマイクを使った方がいいね、理由になります。では、続きましてですね、これ、まあ、いずれもこれ、ソニーのですね、純正のマイクになるんですけども、ソニーの純正のマイクを使うメリットについてお話をします。で、まず、このソニー純正のマイクですね、いろいろと紙マイクがですね、あるんですけども、まず一つはですね、このマイク本体にバッテリーが必要ありません。カメラから給電される仕組みになってますので、撮影をしようとした時に、このマイクが電池切れをしてしまうような心配がまずないよっていうことですね。電池が必要なマイクの場合はですね、やっぱり長期で使っているとですね、いずれこの電池がなくなる瞬間はね、来ますので、いつ電池なくなるかな、みたいな、そういうのをちょっと不安に思いながら撮影する必要もないし、一番最悪のパターンとしては、収録している途中でね、マイクの電池が切れたりするのはもう最悪だと思うんですけども、まあそういったことはもちろんね、避けることができます。予期せぬ電池切れとか、そもそも予備電池を忘れてしまって収録できないとか、まあそういったね、トラブルを未然に防ぐことができます。電池を忘れたりとか、このバッテリーの残量が気になるとか、まあそういった、まあ、不安要素からですね、解放されるってことですね。はい、続きましてですね、まあこれもやっぱりソニーのマイク使う理由なんですけども、
ケーブルが不要っていうところです。ソニー純正のマイクはですね、ソニーのカメラにマルチインターフェース周接続ができます。要はデジタル接続ができるっていうことで、ケーブルがいりません。カメラの上に直接装着するだけで使うことができるので、取り付ければ、まあ、すぐに使うことができるっていうことですね。デジタル接続ではないマイクを使う場合は、やっぱりケーブルがね、必要になってきます。なので、ケーブルをそもそも毎回抜き差しするっていうですね、手間も発生しますし、まあ、ケーブルをそもそも忘れてしまうトラブルとか、ケーブルの差しが甘くて、まあ、中途半端にケーブルが刺さっていて、音が乱れてしまうっていうトラブルも、まあ、ケーブルによって発生する可能性があります。であとは撮影中に何らかの拍子でケーブルが抜けてしまうとか、まあ、そういったトラブルも可能性ありますよね。まあ、それがもう一切なくて、カメラの上に装着しておけば失敗することなく、まあ、確実にですね音が取れるっていうことですね。今まで正直、まあ、こちらのマイクを使ってきて音が取れていなかったことが一度もありません。さらに撮影中に音が乱れてしまったってことも一回もないので、まあ、非常に安定してですね、撮ることができる。これもケーブル不要によるメリットになります。続きましてのポイントとしては、ソニーの純正マイクを使うことで、撮影に集中できるっていうところがあります。こちらはですね、この HM-BYM の背面をちょっとお見せしてますが、まずこちらにですね、オーディオレベルっていうところがありますが、こちらをオートにしてるんですね。要は、これによって、ゲイン調整が必要ないということになります。なので、この撮影環境とかに合わせて、毎回ゲインを調整したりとか、その調整をミスってしまって、音割れするとか、まあ、そういった心配がないっていうことですね。まあ、ゲインに関しては、オートで設定することができます。その他動画を撮るときとかにこのファインダーを覗くとして、このファインダーを覗くときに有線のケーブルがもしあったらそのケーブルが邪魔になってしまうということもありますが、まあ、それもねもちろんケーブルレスなのでないですよ。もちろん LCD モニターにも干渉することがなく使うことができます。その他撮影をしているときに、まあ、ケーブルに触れてしまってね雑音とかノイズが入ってしまうような心配もない。そしてバッテリーの心配もないということで、純正マイクを使っておけば、まあ、音に関してはとりあえずもうこういう次任せておいて、自分はこの撮影の方にですね集中することができるっていうところですね。この辺もポイントです。そしてソニーのカメラに接続するとデジタル伝送することができるっていうのも純正マイクのメリットです。一般的にケーブルで接続する場合はこの音声はですねアナログ伝送になるんですけども、まあ、ケーブル不要でデジタル伝送できますので、まあ、音質の劣化をですね防ぐことができます。その他ソニーのマイクということで、まあ、いずれもですね非常にこれ軽量コンパクトになってますので、まあ、カメラの上にマイクを乗せてもやっぱりバッテリーがない分、まあ、その分軽量コンパクトに済みますので、純正のこのマイクを使っていると、このマイクを装着していても、このソニーのアルファの魅力の一つである、まあ、軽量コンパクトっていうところは、まあ、しっかりと維持できるってことですね。はい、ということで、ここからですね、製品別にソニーのマイクのおすすめをですね、ちょっとピックアップして紹介していきます。で、まずこのマイクのカテゴリーとして大きく分けてね、2つのカテゴリーがありまして、ショットガンマイクのカテゴリーと、このワイヤレスマイクのカテゴリーがあります。まずショットガンマイクの方からいきます。要はこのカメラの上にですね、装着するタイプのマイクということになります。とにかくサイズをコンパクトにしていきたいっていう場合は、こちらですね。ECM-G1 っていうモデルがありまして、これはですね、高さもね、すごい抑えることができる、単一指向性のマイクになってます。なので、指向性の変更とかはできないんですけども、まあ、とにかくコンパクトさを重視して使いたいっていう場合は、こちらがですね、有効ってことですね。こちらに関してももちろんですね、このケーブルレスで使えます。ウィンドスクリーンもありますので、このモフモフを装着して、この風切れをですね、防止しながら撮影することもできます。はい、こちらはですね、ECM-G1 を使ってですね、収録しておりますが、音声いかがでしょうか。まあ、先ほどまでの、この ECM-M1 ほどではないにしても、こちらもですね、そこそこいい音で撮れてると思います。こちらがですね、ECM-G1 です。まあ、コンパクトさを重視するんだったら、ECM-G1 が強いですね。こちらはですね、ECM-B10 でございますね。こちらに関しては、まあ、2番目にコンパクトなショットガンマイクとなります。はい、マイクのカプセルが4つ入って、で、機能的にはですね、まあ、より上位の ECM-B1M とほぼ共通なんですけども、まあ、サイズがよりコンパクトで価格が抑えられているっていうところが魅力の一つです。で、こちらに関しては指向性の変更などもできます。まあ、この後紹介する ECM-B1M とも共通の機能です。まあ、音質に関してもこれかなりいいです。はい、ちなみにこちらがですね、ECM-B10 でね、収録している音声になります。音声の方いかがでしょうか。まあ、今回ですね、せっかくこのソニーのマイクですね、一堂に会してますので、各マイクの音声も軽くですね、テストしてみたいと思います。こちらが
ECM B10 になります。では続きましてこちらですね、先ほどの ECM B10 よりもマイクのカプセルが多いと思います。やっぱり音質重視で選びたいという場合はやっぱりこの ECM B1M は非常に強くてですね、現在も愛用中の紙マイクですね。うちこれ2台買ってます実は。はい。でちょっと機能を紹介しますが、これ指向性の変更ができますよっていうことで、まあ、A 指向性とか、まあ、全指向性、それから単一指向性とかですね、変更することができます。要はこっちだけの音を取るのか、まあ、前方の音をですねふわっと取るのか、全体の音を取るのかっていうところの設定をこちらのね上部のスイッチの方で行うことができます。であとはデジタル接続かアナログ接続かを選ぶことができて、フィルターのところではノイズカットとかローカットの変更もできます。というところでこの音質重視であればこの ECM B1M は非常におすすめです。ちなみにこちらの音質がですねこの ECM B1M になります。今撮影しているこっち側のカメラの音は今 ECM B1M を使ってるんですけども、このような形で収録することができます。まあ、一応これがですね初代の紙マイクになるんじゃないかなと思います。ここからね、純正マイクの伝説が始まったような感じですよね。はい。そしてですね続きましてこちらですね、今、装着しているこっちのメインのカメラの方ですね、 α7C2 の上に装着している ECM M1 ですね、これが一番ショットガンマイクの中では新しいモデルになります。でこちらですね ECM B1M よりもコンパクトでありながら機能性が非常に豊富なんですね。集音モード重視でこのいろんなモードを変更しながら使うことができます。今はこちらね A 指向性でこちらの音をですね撮ってるんですけども、超 A 指向性っていうより狭い指向性で正面の音だけを集中して撮るモードがあったりとか、逆にはね後方の音だけを撮ったりとか、ステレオで収録したりとか、まあ、いろんなですね、まあ、指向性の変更ができるのが魅力です。なのでショットガンマイクの中で一番ですね汎用性が高いのはこの ECM M1 になると思います。なのでこのマイク1本持っとけばとりあえず大丈夫だよっていう形でおすすめしたいモデルとしては ECM M1 かなと思います。で音質を重視していきたいっていう場合は ECM BYM がおすすめかなっていうところです。こちらがまずはショットガンマイク部門となります。はい。続きましてですねワイヤレスマイク部門ということで、はい、じゃあなんとこちらがねあるんですね。これもソニーの純正のこれワイヤレスマイクになっております。まずこちらですねケースに入っている方が ECM W3 っていうですね、こちらも新しいですねワイヤレスマイクになってます。こちらも購入しております。 ECM W3 に関しては、まず、こちらですねレシーバーを、まあ、ソニーのですねカメラの上にもちろんデジタル接続できます。もちろんケーブル不要で接続ができますので、そこはですねワイヤレスマイクでもこの利便性は変わらずですね。でこちらがマイクになるんですけども、ワイヤレスマイクの場合はカメラとのこの距離をですね結構離して撮影するときも、ここに装着してあるこのマイクからですね自分の声だけをですね集中して拾うことができるので、まあ被写体中心でこのトーク動画を撮ったりとか、そういったときに非常に使いやすいマイクになります。はい。ちなみにこちらがですねソニーの ECM W3 ですね、ワイヤレスマイクで収録した時の音声になりますが、いかがでしょうか。今こちらですねカメラとの距離はですね同じなんですけども、はい、まあ、このようにですねカメラから離れても安定した音質でね収録することができますので、なんか作業しながらですね撮影をしたりとか動きのある収録をするときはですねこういったこのワイヤレスマイクを使うと非常に安定した音声で収録することができます。こちらがワイヤレスマイクの ECM W3 ですね。まあ、ショットガンマイクに関しては基本的にこのカメラとの距離はですね近めで撮った方がいいです。カメラとの距離が離れれば離れるほどこの喋ってる声がですね分散してね拾ってしまうので、まあ声以外の環境音とかも拾いやすい状況になるんですけど、まあワイヤレスマイクの場合はまあカメラとの距離を気にせず撮影することができますので、まあカメラに背を向けてですね何か作りながらですね、まあ自分の声を撮りたいとか、まあそういったシチュエーションだとこのワイヤレスマイクの方がですね利便性が高いということになります。なんで自分もですね普段の撮影ではこのショットガンマイクを基本使いますが、まあ普段とはちょっと違った撮影をするときにカメラとの距離が一定に保てない環境だとこのワイヤレスマイクをですね使うようにしています。こちら一応新モデルとなりまして、前のモデルよりも音質が向上したのと、まあこのね充電できるケースもですね、ついてきますので、まあ、USB-C で充電しながらケースごとね充電して使うことができます。利便性が上がりました。はい。そしてこちらですね、これも結構ですね推しなんですよね。こちら ECM S1 っていうですね、こちらもこれワイヤレスマイクです。で、こちらもですね、専用のこのレシーバーがついておりまして、このレシーバーをですね、カメラの上に装着すれば、この ECM S1 のですね、マイクの音をこのワイヤレスで伝送して収録することができます。こちらはですね、コンデンサーマイクになるので、近くでこう喋って自分の声を集中的に拾ったりとかすることができます。音質がかなりいいのが特徴。はい、ちなみにこちらがですね、ソニーの ECM S1 の音声になります。まあ、音声としては、おそらく今回
回紹介している中で一番ですね、この声を取るっていうところに関しては一番クリアにね、取れるかもしれません。この音声中心で配信をしていきたいっていう時はですね、こういったですね、マイクも非常に有効だと思います。インタビュアーみたいにこの手で持ってですね、収録するみたいなスタイルも、結構よくですね、最近見かけるシチュエーションかなと思います。ちなみにこちらもね、ワイヤレスマイクになってますので、このカメラからかなり距離ね、離れても、この安定して高音質で収録することができますので、こちらも魅力の一つになっています。しかもですね、こちらの ECM S1 に関しても、この背面を見ていくと、指向性の変更ができます。単一指向性と全指向性と、さらにステレオの収録もできるんですね。なので、この臨場感のあるですね、収録なんかも可能になっています。で、その他この NC、ノイズカットとローカット、その辺もですね、選ぶことができます。で、一応こちらに関しては、まあ、ソニーのカメラにデジタル接続もできますが、普通にですね、パソコンとかにですね、USB 接続して使うマイクとしても活用できますので、結構、いろんなね、用途で使える、マイクになっております。はい、ということで、今日はですね、一応改めてになるんですけども、ソニーの純正マイクを使うメリットということで、紹介してきました。基本的に今日の撮影は、ソニーの α7C2 に、ECM-M1 をですね、装着してお届けしました。であとは本当用途別にソニーのマイクいろいろありますので、まあ、必要に応じて自分の用途に合ったものをですね、選んでいくといいと思います。まあ、個人的にはですね、ソニーのマイク全部買っちゃってるんですけども、そこまで揃える必要はないと思うんですが、最初の一本としておすすめなのは、やっぱり ECM-M1 かなということですね。ソニーの純正マイクの選び方ということで、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日こんな感じで以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。